明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとう、みんな。じゃあ明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。皆さん明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本日はですね、なんとですね、まあ冬休みスペシャル、冬休みスペシャルとしていつもより時間を拡大しないでお送りしようと思います。よろしくお願いします。最終回ですよ皆さん。最終回、最終回、最終回。あ、明けましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。あけましておめでとうございます。だんだんうるさくなってきます。ね、まあ最終回ということでですね、まあ最終回ですけれども、コメントが増えて人気が出れば次回もあるかなと思って、今回ね、コメントを稼いでいこうかなと。何そういうこと言うなんて。そういうこと言っちゃダメ。そういうこと言っちゃダメ。じゃあコメント稼げれば次もあるんだよ、きっと。ほら。いや、というわけでですね、今日はですね、東海議 TV 金曜日1時間目として、ニコリツマイクラ学園、今日は世界史の時間でございます。お、世界史。はい。MC のジノンです。よろしくお願いします。クアのウェルです。よろしくお願いします。わー、はい、ドンボクです。よろしくお願いします。わー、はい、というわけで世界史と言いましたけれども、まあね、世界史ということは、我々は世界について学ばなくてはいけないということで、今日は、マイクラ内で実際に行っちゃおうかなと。おお、なるほど、なるほど、いいですね。僕が祝福なのは遅刻でですかって、違いますよ。今日冬休みなんでね、ちょっとね、冬休みの補習授業ということで私服でございますね。いや、うちらはこれ補習しにここに来たということです。そう補習です。いつの間に別に、でうちらは世界史の成績があんまり良くなかったという感じなんですかね、これね。違う、あのせっかく学費で、まあ旅行に行けるんだから。なるほど。ああ、逆に行っちゃおう、行っちゃおうと。学費で行っちゃおう。いや別に、あの僕が何ひどい、あのは別に今日ちょっと体調をちょっと崩して昼寝してたら、別に起きたのが1時間前とかそういうわけじゃないですよ。ああ、そういうわけじゃない。あ、まあその話は、修学旅行、違います。修学旅行じゃなくて補習でございます。修学旅行はね、以前やったんですよ。あ、そうです。あの、前までのその、この学園のその話を聞きたかったんですよ。そう、京都に一番最初、確かね、あの、第1回として修学旅行に行ったんですよ。京都、ああ、リスナーさんも覚えてるんですね。そう、第1回で修学旅行に行くっていうのはちょっとよくわかんない話だけど。本当だね。初っ端から行けるっていう。初っ端から全然違う感じだな。京都行ったもんね。他に何あったっけ、なんか、すごいね、最近のね、マイクラ学園はね、なんか、何大きい建築物とかなんて、建築プロジェクトを建てるに際のなんてプロジェクトの作り方とかね、そうマイクラじゃなくてもなんかいいかなみたいな感じの内容だったんだよね。あ、そう、いやでもすごい、そう、博士がやってたでしょ、あと赤石先生と博士がやってた時ってさ、僕他のことであんまり見れてなかったんだけど、何やってたの赤石先生と博士。赤石先生と博士がその体育、体育ね、僕の、あの体育2回やったんじゃないかな多分。自分もよく覚えてない、分かってないっていう。僕も体育に参加した記憶がある。知らないよね。体育、美術、農業など。農業の授業ってだ。農業の授業。あ、そう、赤石先生とあの博士の時はアート、美術やってたんです。あの二人が美術。あの二人が美術。博士像ができて終わりだ。まあそうなるから自画像ってね。なるほど。自画像。博士が得意なやつですね。なるほど。農業とかもやりましたね、確かに。それ美術の授業なのかな。農業すごかったよ。農業すごかったんだ。1時間ね、ずっと畑耕すだけって。ああ、地味。新しい。すごい地味。で、いや、それだったんだけど、すごい盛り上がった。やっぱね、農業はねマイクラやってるとみんなやるからね。そうだね、確かにね、必ず通るみたいな、ね、そうだからみんな あの農業、農地はどうなってるのって募集したんですよ。それでも結構盛り上がったんですよね。あ、募集といえば、ね、あ、嬉しそうになった。募集といえばね、なるほど、なるほど。あのあれなんですよね、まあ、今回ね、マイクラ学園最終回ということなんですけども、我々は、あのちょっと最終回の気持ちじゃなくてですね、次回もあればいいなと、次回につながることがあればいいなと思って、無理やりですね、あの無理を言って、あの今回お便りフォームをつけてもらいました。下の方にあります。下の方にぜひぜひ、あのお便りフォームが下の方にございますので、あのそちらからですねお便りいただけたら、まあ、この放送中にもお便り紹介できるかもしれないですし、もしかしたら次にね、つながるワンチャンあるかなっていう。あれですよ、あの次回や、もしやってもらいたいみたいな企画とかあれば、ぜひその辺を書いてもらえれば、その辺が書いていただければ、面白そうだったら多分やるってなる。やる可能性が、あの私たちが紹介しきれなかったとしても、絶
対に全てのお便りは運営さんが、うん、あの丁寧に確認すると思いますんで、ね、ワンちゃん、はい、超会議 TV ですね。そうちょ、やばいやばいやばい超会議 TV やばいやばいやばいないないかなないかなじゃあ来年の超当会議 TV2017 とかね気が早い送っちゃった人、前回送っちゃった人ももう一回今回送ってくれても構わないと思います。はいはい、あれ日本語書けない、日本語入んない、はい、日本語の書けない？なんでどういうこと？コピペできっとコピペで書けるコピペで。大丈夫、頑張ってじゃあちょっと、はい、今回はじゃあ世界史ということで。世界史ということです。世界史なんですけれども、はい、まあ世界史とかがね、やっぱり世界って広いじゃないですか。広いですね。まあ、世界史を学ぶためには現地に行かなくちゃいけないということで。うん、じゃあ我々は今日はじゃあこれから飛行機に乗って、これから飛行機に乗っても現地についております。あ、もうついてる、あ、もうついてんだ。あ、もうついてる。現地ついております。いつの間に。いつの間に離陸して着陸して紹介しますか。あ、紹介ってなんだ、画面で出るんだっけ。では今回はですね、その、はい、素敵なパンフレットの写真がね、そう、素敵なパンフレットの写真がございますので、はい、ということで、こちらでございますね。よろしくお願いします、はい、今回はこちらに、こちら、おー、綺麗、なにこれ、どこどこ、すげー、どこどこ、こちらですね、すごい綺麗じゃんこれ、こちらのワールドですね、アメリカネバダ州のラスベガスを再現するというプロジェクトの、うん、ラスベガス再現プロジェクトですね、こちらの方にお邪魔しちゃおうかなと、今日は超豪華なホテルたちが、まあ、カジノと、まあ、簡単に言うと、まあ、世界史にかっこつけて観光しようっていう話です、うん前々から思ってますけど、世界史じゃなくてチリですよね、これね。まあまあまあ、でもまあチリっていうとやっぱりまあね、なんか世界史の方がメジャーかなっていう。まあ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 、そうなのかな。チリから入るあの歴史もありますからね。そうそうそう。そうですね。確かにね。じゃあちょっとワールドその現地の特色を学ぼうということで、はい、そうそう、我々は実際に行ってみると。はい、行ってみましょうか、はいはい、こちらですね、ラスベガス再現プロジェクト、あ、うんくめ出てますね、代表ハイチさんのコミュニティが上に出ておりますので、こちらよろしくお願いします、はい、ワールドの方入ってみましょうか、まず、パンフレット、これ素敵な写真ありましたね、したこれの裏側にですね、地図が載ってまして、はい、今手元にあるんですよ、うん、はいはいはい、こんな地図になってるんですよ、これ見ます、見えますこれ、皆さん、おー、すごいよね、これすげえ広いの、これ結構細かく作り込んでますよね、ねえ、これ何どこどこどこ、なんてとこなんてとこ、これちょっと次のページで詳しく載ってあるんで次のページ見ましょうか、うん、はい、自分もラスベガス行ったことないでわからないんですけれども、ね、はい、こんな感じです、ハイチさんの方からベラージオホテル、ここ必見という場所を一応メモしてくれたんですね、シーザーズパレスは知ってる、シーザーズパレス、あの2013年までのなんか格闘ゲームの世界大会のエボリューションやってたとこ、へー、あ、あー、そこか、はい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 、今年だと違ったみたいだけど、あ、そうなんだね、そうそうそう、で我々はこの開始位置ですね、うん、どこかな、ここからスタートすると、うん、じゃあちょっと見ていきましょう、行きましょうか、内装必見ってここなんかすごいの、これすごいね、これね、ちょっと行ってみよう、じゃあ今ちょっとワールド、行ってみましょう、はい、行ってみましょう、あ、やめよう格闘ゲームの空気やめますね、じゃあ早速、じゃあヌドンさん、あ、はいはいはい、操作で、おー、じゃあヌドンさん操作で見て回りましょう、ちょっと待って、歩いていこうかな、ここは どっちだ、これこれが先ほどのベラージオホテルの、入り口でございます、はい、ベラージオホテルはですね内装が必見ということなんで、ベラージオホテルは、はい、まあ、まず外、これ中庭とか外ですかね、外ですね、早速噴水が綺麗に、ベラージオホテル向こうか、そうですね、あの建物です、あ、あ、すごい、あ、おー、すげー、さっきググったら出てきたやつだベラージオホテルでググったら出てきたやつだ、これさっきの夜景の最初に出てきたスクリーンショットにもありましたよね、はいはいはい、ああ、一部屋できてるの、これ本当だ、うベラージオホテル、テクスチャも特別専用テクスチャですかね、これはね、専用テクスチャですね、ですね、ベラージオホテルの方、じゃあちょっと行ってみましょう、お邪魔します、ここは何なんだろうね、こう中庭的な正面のエントランスじゃないですか、あの車で入るところですよ、よくホテルですね、高級ホテルにあるんですね、ちょっと遠くから見、はい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 、これ車がこう入ってきて、車あるじゃん、車あるやんで車がこう入ってきて、でここのあのちょっと屋根になってるところに車が来て、これはあれですよ、高級タクシーとかが止まってるところですよ、はいはいはい、絶対これね、リムジンとかここにキーって止まって、そうですよ、はあ、でここでエントランシングするわけで、ああ、ね、行ってみて、ああいいね、これいいな、これ実際に行ったことってあります、うん、ベラージオ、ある人います、ある人います、行ったことあります、ない、
いやなんかコメントでいるかな。ラスベガスどころかアメリカすら行ったことないわ。コメントであ、いた。いるいる。あ、いた。行ったことある。これこう、こんな感じだった。こんな感じだった。へ。いるんだね。すげえな。あ、いるんだ。すげえな。カジノに。ああ、ちょっと。お、おっと。これ、これカウンター的な。あ、豪華。すげえ豪華。なんていうんだっけこういうの。あのフロント的な、フロント的なやつ。フロンティング？フロンティング何でもかんでも ING をつければいいってもんじゃないぞ。フロンティング名シーンはなるけどよ。高校生によくあるパターン。ライオンの像か何かがある。あ、この多分これライオンの像これ。え、これ、いや、あのフロントの右側のところに像が。ああ、これか。おお、専用のテクスチャーですね。これちょっとごめんなさい、それいいですか。はいはい、あのオプションで、オプションで、ビデオ設定で、ビデオ設定でスムースライティングをオンの方がいいんじゃないかなと思ったんですけど、どうですかね。うーん、100、うん、いけるかな、いけるかな。で完了でやればもっとリアルに見えるんじゃないかなと思うんだけど、ついでにこうダッシュできるんし、そうだね、そうだね。ズームがコントロールになってんだ。これオルトとかにしとこうかな。メニューになっちゃったけど、でもダッシュって多分何何何 1.8 からなんで、キー設定多分全然違ったよ。ほら L メニュー、いや合ってる、大丈夫大丈夫、合ってる合ってるね、うん、おえー、じゃちょっとあれちょっと描画がされない。ああ本当だ、描画がされなくなっちゃってる。多分 影の影響ですかね。影の影響か。ちょっと影モッド、ちょっとあれかな、うん、この影モッドじゃないやつが良かったのかな。まあでもちょっと行ってみましょう。あ、でもこれすごいな。影もだいぶ綺麗に映ってますからね。そうそう、すごいな。でもこれ、ここなんだろう、この小部屋はなんか靴箱か何かかな。ロッカーか、ロッカーこれ、あのロッカーか。ヌドンさんサクサク、あ、違う、お店だ、お店だ、売店だ、売店。ヌドンさんサクサク行きましょう。まだうち、我々ここだけですよ。我々これ全部を見なきゃいけないですよ。いや、もうゆっくり見ようよ。いや、ゆっくり見たいの、自分もすごいその気持ちはあるんですけども。これメニュー、メニュー、サクサク行きましょう、サクサク。メニューじゃない、これレストランのメニューじゃない、これね。ちょっと影モッドのせいかな、これちょっと見えないの残念だけど、メニューだ、これね。メニューですね、メニューですね。はい、ここにレストランとがあるわけですね。おー、バーか、バー。あ、いいな、バー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 。あ、あ、ちょっと、あ、あ、ちょっと待って、カジノじゃない、これ、カジノじゃない。あ、カジノだ。あ、あ、あ、なんか、じゃあ、ちょっと、カウンターを飛び越えんな。あー、いや、スロットもある。あー、ちょっとクリックできない、これ。全部もう揃ってるもん、これ。全部7に揃ってる、これ。もうゼロにしろ、クリックで。おら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 。ゲームモードが変化してて。カジノ、いいですね。いいですね。カジノさ、ね、出てますよ。カジノ感出てる。すごいね。もうやっぱワインボトルとかその辺置いてあるのいいですね。そう。床にも置いてあるけどね。あ、これは多分飲み散らかした人。グラスも床に置いてるけど大丈夫か。飲み散らかした人が飲み散らかした。これすげえなこれ。ちょっと上から。他の部屋行こうよ。他の部屋行く。いや、カジノでいいじゃん。あの高いとことか行ってみたいな。ちょっと待って、もうちょいフロントの先の方行ってみる。そうだね、レストランの方に回ってきちゃったから。いや、これ迷うわ。もうカジノと、もう完全にカジノ、なんかレストランと繋がってるんですね。迷うわ。雰囲気を味わいながらご飯を食べれるっていう。入り口がどっちの方向か分かんない。おお、これ何、これ何それ。あ、テーブル式の、テーブル式のスロットマシン、テーブル式の。すげえ。お、そこは何ですか。なんだここ、ここ売店、これ。広すぎるで、あ、看板ありますよ。他にはないこの味、ラスベガスオリジナルアイテム、たこ焼き。たこ焼きはちょっとしたネタだと思う。50ドルしてますけど。50ドルのたこ焼きって聞いたことないな。これはいろいろアイテム、売店ですかね。売店ですね、これ。よく見ると上にたこ焼き貼ってありますね、あのたこ焼きの看板の上に。あ、たこ焼きだ。うまそう。うまそう。あ、うまそう。うまそう。うまそう。それちょっと、うまそうやん、これ。銀だこか何か。じゃあ、わざわざ日本語で書いてある。ロビーの方向かって、ま、戻っていい、これ。ロビーの方戻って。なんかエレベーターホールみたいななかった、うん。エレベーターホール？なかった。なんかいい。丸っこい入り口みたいな。うん、そちら辺とかなんかない。ある。あ、なん、あ、なんかある。なんだこっち。綺麗。地下ある？おお、なんだここ、なんか何ここ、あ、かえ、なんか買えるところ、ちょっと
あれかな、景品交換場、景品交換場、影もっと切ってみていい、これちょっとなんか、あ、一回切ってみますか、じゃあ一回切ってみる、ちょっと表示されてるけど、シェーダー、シェーダーです、シェーダーか、シェーダー、はい、設定シェーダーで、ノン、ノン、ノン、そう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 です、そうです、ノンでダン、はい、ダーン、ダーン、あー、ダーン、こうなってたのね、ちょっと表示されなかったよ、おー、綺麗、あ、こうやっぱ換金所かな、換金所だね、換金所、おあ、なるほど、景品を景品と交換できる、交換できるというか、このそんな感じだね、景品っていうとなんかあれだけど、メダルとかね、メダルとかそういうやつね、チップとかね、チップとか、そうそうそう、いかんせんカジノに行ったもん、行ったことないもんで、じゃあ戻そう、戻そう、いいもんか、こっちにしてみる、いや、そっちじゃなくて下の方がいいと思う、うん、そっちの方がいいと思う、じゃあダン、はい、よし、行きましょう、行きましょう、うん、なんだ、うん、どっち行く、これすげえ広いんだけど、豪華の方行ってみます、何ここ綺麗、おしゃれ、なんかシックな感じになってる、すごい大人っぽい、ひょっとしてバー的な、バー的な、なんかね、武器が飾ってある、武器飾ってあります ね、あ、この、この、あ、宝石、シェーダーとの相性がちょっとうまくいってないのが表されない、なんかすげえ悔しい、すげえ悔しい、これおしゃれだな、しかし、おー、いいな、バーなのかな、これ、あ、反対側に出た、あ、今ハチさん見てんじゃないですか、放送見てる、見てるもしかしたらね、見てるかもしれないね。あ、これはワイン、ワイン、ワイン、あ、もうワインセラー的な、これはもうやばい期待だ、これ、あ、もうワイン飲み放題、ワイン飲み放題で、絶対明日二日酔いになるやつだよ、これ、はい、いいな、ちょっと広くない、これこれなんかもう一箇所おすすめの場所あるって聞いてたけど、うん、そこまで行けるかな、これだから行った、あ、なになに、次行けって、次行けって言いましょう、あ、じゃあ戻る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 、はい、行きましょう、ちょっと待って、ま、道迷っちゃったかもね、とりあえずフロントに戻るね戻れるね、大丈夫、戻、左ですか、こっちから来てね、フロントに戻ります、今ね、私たちはね、あの、ここですよ、ここ、そうそうそう、ここに、ここにいるんですよ、うん、ここ、うん、ただ、多分そのまだこっちのでっかい、こっちにまだ行ってないんですよ、そう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 、こっち大きさが全然違う、うん、大きさが全然違うんですよ、ちっちゃい方でこの広さ、うん、全然違うんすよ、こっちから来ちゃったよね、確か、あれ、あれ、ねどんさん一体どこにどこ行ってるんですね道迷ったかも一体そっち、あ、ここだ、ここ、こっから入ってきた、ここから、うん、こっから入ってきたよ、うん、ああ、さっき言ったことだ、そう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 、で、フロントでこうね、寄り道して、このちょっとシェーダーで見えないけどこっちのね、うんうん、こっちに曲がっちゃったからそうなったんであって、これじゃあフロントまっすぐ行ってみよう、まっすぐ抜け、シーザーパレスの方は行かないんですか、行く行く行く、多分外出ないと、外出ないと多分行けないので、外出た方が絶対に建物を全体的に見えるから迫力あると思うんで、え、これちょっと待って、なえ何やってんの、え、まだ、え、まだ、まだ続くの、この建物は、この建物全然続いてるよ、まだ続くの、続いちょっと、じゃあ一回外出ましょう、いやいやいや、もう中、中、中取る、中取る、まあまあちょっとでも中を、いやじゃあちょっとでも、外出れそうとかありますか、いや、そっち、そっち、外出れるはず、この辺から出れそうじゃない、この辺から、お、お、ここら辺ですね、今ね、ちょうどいいとこに夕日が、で、右側に見えるのがシザーズパレスですかね、今それがベラージュホテルっていうやつですね、ベラージュホテルですね、ベラ、はい、で今ここら辺だから、今どここれえ、今ここ、今ここに出たの、今ここに出た、あ、なるほど、で今ここのホテルの上を飛んでんの、じゃあそのまま真っすぐ、そのまま真っすぐ、こっちが行けばベラ、なんかシーザーズパレスに行くんで、でかいのが出るぞ、みんなでかいの出るぞ、この先、 おっとシーザーズパレス、その先ですね、その先です、その先、内装、内装、うるさい、内装は内装、内あの、運営がなんか、あの、本当寒いって言ってた、あ、内装建築中ってことね、さあ、ま、見てみましょう、はいはいはい、道路の向こうに、ああ出たぞ、なんか、でっかいのが、これか、おーシーザーズサラダ、シーザーズサラダ、パレス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 、これ、どでかっ、でかっ、どうなってんの、でかくね、描画しきれないっていう、このちょっとしばらく待たないと描画されないでかっ、でかいな、これサラダでかいな、で多分この辺だよね、今この辺、今ここら辺ですね、さすがアメリカですね、やっぱ規模が違いますね、でこの向こう側に中庭プールというのがあって、それがもう必見だと、中庭プールちょっと見てみましょうか、あ、なんかこの辺ヤシの木とかいっぱいある、おハワイアンの、この辺プールなんじゃないですか、あの緑の傘の部分から、あ、これこの辺りも、これ地図で見た、ここだよね、これ、え、こんな小さいの、え、こんな大きいのにこんな小さいえ、ちょっと待って、この大きい噴水が、
これです。この大きい噴水がこの地へ。見える見える。この木も？これでこれ。ヤシヤシしてるのよ。見えないねこれね。ヤシヤシ。この木も？見えないねこれ。地上から見るとすげえ迫力だなこれ。超でかいけどな。でけえなこれ。ヤシヤシしてきた。いいねこの空気。夏いやでもラスベガスって砂漠なんだよね。うん、これ綺麗だからさ。だからプールちょうど気持ちいいですよね。砂漠のオアシス。綺麗だし、夏はプールで水浴びしてるし、多分秋とかあとそうだね、6月ぐらいだってジューンブライトで結婚式あげてる人とかいっぱいいるんじゃないかな。あこれプールこれ。ねありそうだよね。これ噴水がないからプールですね。プールですね。でここ周りあるプールサイドにあるよくある。あ寝るやつ。日焼けするやつ。日焼けするやつだ。日焼けサワイで塗ってくださいなんて。日焼けマシーン。日焼け。欧米の人たち割と日焼けが好きだからずっと寝そべってるよねこういうところに。真っ黒になるのがなんか美学らしいからね向こうの世界は。ちょっと泳ぎますこれ。泳ぎます。泳ぎますか。足湯あるよ足湯。足湯ほら足湯なのそれ。それ足湯足湯なの。湯なのそれも。足水ドクターフィッシュ。ゴールドラッシュの頃オアシスとして栄えた町でさ。ちょうどあれですよね、くぼ地になってるんですよね、はははははあの辺の周りが。はいはいはい。でちょうどその水が溜まりやすいのでオアシスに。オアシスになるほど。ラスベガスあれですもんね、なんかすごい周りが砂漠だから歩くと死ぬって言いますもんね。周りすごいや。ラスベガスで隣のホテルまで歩こうとすると死ぬみたいな、結構じゃあ熱々なんですねこれ。熱々の本当に心のオアシス。ラスベガスとラスベガス付近のあの確か気候って乾燥してるんですよねすごいね。なんか大地が多いイメージですねあそこら辺は。ここでプールでジャバンと、いや気持ちよさそう。ちょっと外から見る。あ飛び込みたい。違うこれ。あ監視台だ。監視台。プールに入ってあの大きな建物に囲まれてっていうのは壮観でしょうね。いいですね。ちょっと上から見てみたい。上からリゾート地というのがもう本当こう豪華やな。すげえな。一泊いくらするんでしょうねこれね。でも結構リーズナブルなんですよね。カジノのホテルって結構安いらしいんだよね。反応しなければ安いんですよ、うん、ああなるほど。でもあーうまいな。でもあるからやっちゃう。うまいな。だからカジノがあるから。そうあなんかホテルで思ったより安いしカジノで金使おうかなみたいな。そしてがっぽりはまり込むと。えもうちょっとえそろそろお時間で。いやちょっと足りないまだまだまだ。 MC うどん、まだまだうどんさん、タイムキーパーは大丈夫ですか。現在24分ですよ。大丈夫ですか。ゆっくりしようよこれ。大丈夫ですか。これなんだろうこれ。結構プール作ってますね。これもプールか。えプール結構あるのこれ。はい、やっぱこんだけ大きなホテルですからね。あ本当はプールだこれ。子供用かなこれ。はい、ということでじゃあヌドンさんがね散歩をしてる間に、はい、うん、こちらロサンゼルスの、はい、大丈夫間違えた。ラスベガスやラスベガスの再現プロジェクトですね。はい、はい、は今も現在、作業中ということで、絶賛作業中ということで、制作中と、はい、ということなので、今新体制になって完全リニューアルをしておる予定ですね。新規ワールドにてラスベガスをよりリアルに再現中と。今回ご紹介させていただいたのは Q マップ、うん、ということです。じゃあこれとは別に別になんか新しいの作ってるってことだよね。気合入りすぎでしょ。で、まあ、Q マップと比べて大体8割ぐらいを完成してるっていうことらしいんですが、ただまああれですね、人手不足らしいので、はいはいはい、お手伝いさん絶賛募集中という。はい、今何人ぐらいで作ってるんですかね。現在これ何人ぐらいだろうな。あ制作者メンバー、制作者メンバーいますね。これじゃあヌドンさん読んでください。制作者ニジムさん、アンミツさん、カゲさん、マスターさん、シロンさん、ケンプさん、シマクマさん、シマヤンさん、ニルヤさん、パンコンゲさん、ブチャオさん、ポラリスさん、マッサさん、ミュウさん、モネアさん、ユーヤンさん、旦那さん、ヒョウセンさん、ランさんと緑メガネさんと、あとリーダーのハイチさんでやってると、うん、はい、裸のハイチ見たことある人が何人かいる。何人かいる。何人かいるんだねみたいな。この人もやってた。この人もやってるんだねみたいなのいるんですよね。あでもこれを、こんなね、こんな規模でもう一回作り直しちゃうっていう気合入ってる。そうですね。こっちはこれがさっきの今後の Q マップの、これで目測数えたら20数人ですね。はい、全部で20数人でございます。建築班、
建築班ラスベガス作りたいっていう人はぜひ上のコミュニティに、はいはいはい、なるほどなるほど、はい、ラスベガス再現プロジェクトこれですね、このこれ、うん、これにクリックしてちょっとお手伝いしてみてください、はい、で、はい、この東海議 TV でね、このラスベガスをこう観光するにあたって、はい、ハイチさんがね、快く、はい、許可していただきました。ハイチさんどうもありがとうございます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。ということで、はい、ラスベガス再現プロジェクトでした。じゃあ我々は移動しましょうか。 CM 見ながら移動しましょう、うん、じゃあ次の観光地に飛行機で移動します。 CM どうぞ、はい